よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだい。だからあんたまで駆り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。はそうかい、このわしっちゅうことかいの。どのわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげで、わしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで、天道。てめえ、せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまで、わしゃその目をじーっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのは、このわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる、褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。こいつを。蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ、天道。さて、死の息。おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。来てみろ、こっからだ。お前逃げるなら今。
てえやつだけかかってこい。ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。まずは右行くで。あいつなんか急にガード固めたぞ。あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるって。天道の現役時代俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。まずは右いこだ。来いよ。まずは左行くぜ。さてほら来いよ。俺の前に行ってみろ。せいバックリア三日祭りや。ぶっ飛ばしてやる。大したボンネル。まだ終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっちりおやっさんの分を受け取ってからくたばれや。かすや。私のこうした理念はかつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。あ、いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川正人。
先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか？すいません、同僚生ご退場を。幹事長、幹事長待ってください。幹事長、説明してください。荒川正人って名前に聞き覚えありますよね？青木亮は偽名ですよね？幹事長、これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。ずっと電話に出なかった。見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ？あ、そうか。